そうだね、はい。では参りましょうか。参りましょう。じゃあね、前回から今回まで約2週間ございました。はい、はい、その中でなんかこう不安に思ったこととか、あるいはその変化とか、良かった変化とか、あるいは起こったこととか、そういうのからあれば、一応初めにあのまず。すっごいご報告が。本当ですか。この間最後に、ええ、ドーナツを6個買ったら5個しか入ってなかったっていう話、うんうんはいはい、で、ああ昔怒っちゃったことあるなと思ったり、うん、と実際怒ってないからどうするんだろうと思ったら、うん、この間たまたま、はいはい、焼き鳥を注文して、うん、18本、うん、たら13本しか入ってなかった。本当ですか。で、はいはいはい、お金は18本分取られてたの、はいはい、でこのドーナツの話を全然忘れてて、うん、で電話をして、うん、すみませんお金は18本分取られてるんですけどつくねとか入ってないものがあって、うんうんうん、あ申し訳ございません、うん、今から焼きますんで取りに来ていただけますか、うん、分かりました伺いますって言って、うん、でちょっとやらしい気持ちもあって、うん、どっかで何かくれるかなとか思ってでもそしたらポテトサラダを申し訳ございませんでしたって言って、うんうんはい、いやいやいや気にしないでください近いからね、はいはい、近いでもああと思ってよかったと思いながら、うんうん、で食べてて、うん、おまけがついちゃったみたいなでも全然怒りの気持ちがなくて、うん、ああよかったなって嫌な気持ちも全くなくて、うん、その後で、はい、ドーナツの話を思い出して、うん、あ、すごいできてるって、うんね、前の私は文句言ってた、うん、なんで私が取りに行かなきゃいけないのって、はいはい、言ってしまったってか実際やったから、うん、あこんなに穏やかでいられるんだと思ってあこんなに穏やかでいられるんだ、うん、そうそうそう、うん、ちょっと感動しましたあ本当ですか感動しましたかそれはこの2週間の間にこう許しの実践はやっぱり何個か課題があって試してみました。うん、いや常に、ま、常にというか気にかけてますよ、はい、でも分からない時があって、うん、その許し方がそうですよね、まあ、許しの実践やったのって10月、11月ぐらいですもんね、うんうん、そうですね、11月ぐらいだから去年のそれからまあどんどん心掛けてるってことですよね、うん、そう、うん、でこの間、うん、本当にね昨日か昨日の出来事なんですけど、はい、昨日、うん、じゃあ一昨日、はい、会議に出たんです会社でね会社で、うん労働時間を3分の1減らしましょうっていう全社的な、はいはい、で本社とテレビつながって、うん、偉い方とか、はい、で呼ばれて私もどういうことを削減できますかその前にまあちゃんとこうあなたは何やってますかっていうのを全部こう表にして、はい、みんな提出してたんですね私ちょっとそれ関係ないやと思って適当に出してしまったところもあるんですよ、はい、ね、はいそうでまあ、順番にこう言ってって、はい、でもともと私の仕事っていうのは女性3人でやってたことを2人削って1人の仕事として負担が結構多いってことですか多くなったとか、うん、人件費2人分減らしてる、うんはいはい、だから内容は濃いんですよだから結構減らすと言ってもきつい面があって、うん、3人分をね、うん、随分減らしてる いろんなことを、うんうんで今回私がボロッと、はい、あのこれをやめさせてほしいって言った仕事があって、はいはい、ペットボトルのキャップを月に1回、はいはい、あのみんな分別ごみで分別してるんですけど、はいはい、それを集めて段ボールに詰めて本社に送ってるんです、はいはいうん、でそれをワクチンに変えるという活動を、はいはい、でそれは、はい、私にとっては1時間弱ぐらいかかる仕事になってるんですね、うん、なぜかというと段ボール空の段ボールを作るところからっていうの中身を出して空の段ボールをまあ2つ3つ持ってきて、うん、それからこう各階のこの子に、はい、を持ってきて、はい、
詰めて、うん、重さを測って計算して、はいはい、紐くくって、はいはい、で連絡便室に持っていくと、そこまでやると1時間ぐらい、はい、でなぜ辞めさせてほしいかって言ったのは、はい、2015年に、2015年に、うん、あのペットボトルを集めて、ね、はい、そのワクチンに変えると、うん、その出します、うん、でも変えてなかったっていうことがニュースに出てたんです。あ、そうなんですか、うんね、じゃあ私のこの1時間一体何なんだろうと、うん、でちゃんと変わってるならまだしも変わってない、はいはい、でその私の時給が発生してるわけですよ、そこでね、はい、だったらこの時給分を、うん、こう募金した方がよっぽどいいなんじゃないかと思って、うん、ワクチンのところに直接募金としてね、うんうん、ペットボトルを集めるんではなくて、うん、はい、やるとするならば、はいはい、でまあそういうこと言ってたら、あ、やめていいよって本社の方から、うん、で私の上司ももうやめようかって言ってくれたの、うん、それがその発端というか、もともとやりだした人がもうすごい偉くて、うん、偉いというかもうそろそろ定年迎える方なんですけど、はいはい、その人からメールが全員というか関係者宛てに、はい、ただ最初は僕がやりだしたと、うん、で本社の方はコカ・コーラさんが回収して持ってってくれると、はい、だから自分は休憩してる時にちょっと10分ぐらいで業者さんに渡すぐらいできるから続けてると、はい、でそういうことをやってるならぜひ川越もこっちのね、うん、やらしてほしいってそっちから言い出したことだと、うんうんうん、ね、社会貢献に、うん、で本末転倒にならないように、うんうん、よく考えろと、うん、でやめるなって要するに言ってるんですね、はいはいはい、でも上司はやめていい、はい、でそのこの人は果たしてこのニュースを読んでいたのかと私の中で、うん、はいはい、でしかも議題は労働時間を減らすっていう議題の中で提案したことだ、うんうん、私は、うん、私変なことは言って本末転倒っていうのはそちらじゃないかという怒りが、うんうん、もうここで許しの実践と思ったんですけど、はいはい、まあいいかって思うしかできなくて、こういう人もいる、でも分かってくれる人もいる、でも実際動くの私、ね、意見を言う人は何人もいてみんないろんなことをまあ要するに言ってくると、でいろんな人が分担してやればいいじゃないかっていう提案も書いてあった、はいはい、だけれども今までゴミ事務所のゴミも分別して6箱あるんですね、はい、うん、それで当番も決めるんですけど結局みんなやらなくて最終的に事務員の女性が見かねてあふれるから、はい、しょうがない片付けるか、はい、そうすると必然的に自分の仕事になってしまうっていう繰り返しで、はいはい、今はペットボトルもそう、事務所のゴミもそう、うん、全部私一人がやってる、うんうん、だから分担しても見えてるわけです、はいはい、はぁと思って、はい、いや労働時間を減らすっていうことの議題で提案したことが本末転倒と言われて、はい、なんだろうな、はいはい、納得いかないなと思って、はい、でもここでどうやって許しの実践をするかいいか本当分からない、はい、課題としてきてますね。そうでとりあえず今、はい、私の出した答えは、ええ、まあいっか、うん、上司は私にやらなくていいって言った、うん、その今メール送ってきたのは私の直属の上司ではない、うんうん、やめよう、うん、ね、反発して何かメールを送り返す、それもいいや、やめとこう、うん、一番やめていいと言った上司の言葉で、はい、何かあれば上司から言ってくるだろうと、うん、とりあえずやめていいってことだけでした、はい、ただ怒りがあるんです、うん、そうですね、なんだこいつ、いや、その一番大元にやりだした人ってことですよね。そう、その全く関係ないっていうかそのメールの送り方の、うん、私やそあなたと喋ってないし、うん、こういう問い合わせが来たけどって問い合わせた人から私に話が来るならわかる、はい、うん、なんで、うんうん、っていう、こういう人、こういう年寄りが今、はい、あのなんていうんですか、
構本のね、うん、課題になってたその切れる年寄り、うん、なるほど、休場中っていうそこ、うん、ああこういうことなのかなって思ったり、はいはい、でまたこういう人にならないようにしようと思ったり、でもそれが許しの実践ではなくて、今までの私って、うん、あ反面教師出たなっていうそんな感じでしか受け止められないというか、うんうんうん、で今日はそれはまず1個これが聞きたいことなんですね。はい、わ、うん、かりました。これが1つ、まだあるの？いいですね、まだあるの？まだありますよ。これは今ちゃんと聞きましたから、これ後で、ね、あのお答えします。これは大したことではない。はい、で今私の中ですごく、うん、つま片付き出してるけれども、はい、その中学校からの同級生、中学校からか、はい、また本当私ニューだ、ニュー、中学校からの、そう、あの親友だと思ってた、うんうん、ずっと仲がいい、はい、うん、仲が良かった同級生ね、良かったというか、うん、うん、同級生で美容師、美容師、はい、で19の時からずっと働いてて、はいはい、で私はカットモデルから、うん、1回も浮気したことがないと、そうそうそう、どっかに行ったことがないんですよね。そう、それ話しましたよね。あ、ちょろっとね、あの全部じゃないですね。本当？で旅行に行って、この間その九州の旅行に行った時に、はいはいはい、うんざりした、うんうんうん、もう嫌だと思って、はいはいはい、でも36年か、うんうん、付き合いが、うん、でも今ちょっと無理と思って、はい、多分相手も無理って思ってる、勝手にね、これは、はい、でも、はい、髪の毛も切りに行けなくて、そこに、うんうん、いいやと思って他に行ったら、うん、結構楽しくて、うん、でも今だからすごくそこを悩んでて、はい、あ、自分から縁を切ってしまうんだっていうことと、うん、でもう一人一緒に行ったその糖尿病の子、はい、でその子の今生き方っていうんですかね、病院に行かないで15年、その子の生き方、はい、うん、もうこれ以上言うまいとも思ってるんだけれども、はいはい、多分その接点が私が中心になって、うん、中学の友達で、糖尿病の子はママ友で、美容室に通うようになってくれて、3人が仲良くなってっていうことだから、はい、私が抜けるとこの2人でどっかに行くっていうのはまずないんですね、うんうん、で私はそのママ友ともう2人で行けるし、はい、美容師の子も2人で出かけられる、はい、でもそっちの2人で出かけることはまずない、まずないですね。でも私が抜けたことでももうこの三角も崩れ、バラバラになっちゃう感じがするってことですね。はい、でそれを分かってて私はそっちをやっていいのか、それとも壊しちゃってことね。そう、うん、ただそこは許しの実践で、そんな時もあるしない時もあるってことにすると、うん、今の気持ちは美容室行きたくない、はい、から、うん、いいやと思って行かない、はい、行かない、はい、でいいやで、まあ、なるようにしかならないなと、うん、だからまた別の知り合いが通ってくれてるんですね。なるほど。で そうすると、その人男性なんですけど、うん、美容室に行ってきたよって報告をするわけ私に、はいはい、でその人はなんかね、まめにメールをくれて、だけど何か関係があるってわけでもないんだけれども、うん、あのトラックの運転手だから多分暇なんでしょうね、はい、うん、運転中にってことね。あ、そうそう、はい、だからその人は奥さんもいるし、うん、彼女もいる、なるほど、はい、いるの、はい、で整体をやってる時のお客さんなんだけれども、うん、いろんな話をして、奥さんも通ってくれてた、うん、で彼女の話、彼女をしても年上の方らしいんですけど、はい、そういう話もしてマジでなんて言ってて、そういうことを話してたから、はい、って言って、まあ仲がいい、仲がいいというか、私はまあそういう肉体関係とかそういう恋愛感情も一切ないんだけれども、はいはい、暇だからなんでしょうね、うん、今日はどこどこ行ってくるな、気をつけて行ってらっしゃいみたいな、めんどくさいなってどっかで思いながら、でも、その美容室のそばに住んでる、はい、ほんと目の前ぐらい、その美容室の、そうから、通ってくれて、うん、でも2回最初の頃はね、断られて2回立て続けに忙しいって言って断られたらしくて、ずっと行かなかったんですよ、
はい、この間、うん、お風呂屋さんに行くのに、うん、スーパー銭湯みたいな、そう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 、はい、その美容師の子と整体のお客さんと私と誘って行ったんです、はい、でその後からかな、また通ったら切ってくれたみたい、はいはい、で行ってきたよって、はい、もう行ったんだ、うん、でまた昨日も昨日行ってきたよ、うん、でも今度はありがとうって思えない、今まではほら私も美容師の友達に対して何かできることはないかなって思ってたから、うん、人を紹介してお客さんを紹介してたっていうつもりだったの、うん、あの友達美容室やってるからもしあれって言って、うん、見てっていうお客さんをつけたかったっ、でも今私がその当人とギクシャクしてる、で私とその整体のお客さんがこう何か些細なことでも会話してると、うん、例えば私が今ぎっくり腰になっちゃったんだ、はいはい、そういうのが一つ手で伝わるというか、うん、それすらも私今もう嫌なんで、なそれぐらい嫌なんだ、うん、なるほど、逆に触れちゃったんですね、うん、だからどうやってこれはこの人とメールを来ないようにしようかなと思って、うん、まさかそのよしこの子、あ、よしこっていうかその美容室のことを言えないし、うんうんうん、言えばねもっとこじれるなと思って、うんうん、でごめんなさい、ちょっと携帯調子悪くてってメール返せないかもしれないんで、用事があったら会社の電話鳴らしてくださいって言って今日送って、うん、メール返さないよと、なるほど、はいはいはい、もうめんどくさいと思って、それぐらい嫌なの、うん、でもそれが、それは許しの実践とか、はい、そういう、なんていうの、それも答えが出せない、なるほど、なるほど、はいはい、うん、いわゆるこの美容師の子が今非常にちょっと嫌なんですね、嫌だ、やだ、はい、前はなんかで私多分すごいその仲間とか、うん、友達とか親友とかがずっと欲しくて、うんうん、そこに執着してた、ね、うんうんうん、すごい執着してる、仲間外れとかね、孤独とかがすごく怖いっていうのね、とにかく人と一緒にいたいとか、そうだけどいるとめんどくさい、うんうんうん、だからほらその同窓会とか社会に属してたいってことですよね、社会っていうかその一つのグループの中に対して、確実なあの切れ縁の切れない居心地のいいところに、ね、いわゆる、ね、そういう人の、ね、ご縁の中に身を置いていたい、そう、うん、そこですよ、だけど実際置いてみると居心地よくない、はいはい、で同窓この間もうちのばあの主人のお母さんが小学校の同級生と旅行に行くって5人で、うん、小学校ですよ、すごいですね、で70年ぐらい経ってた、60年ぐらい経ってた、響きはいいでしょ、で羨ましいって思うの、そういう関係が、うん、人数も、はいはい、なるほど、で憧れるのだけど、はい、どうして羨ましいと思うんですか、どうして羨ましいと思うか、分かってくれる人がいるっていうのを、受け入れてくれる人がいるっていうのかな、なかったら喋ろうって思って聞いてくれる相手がいるとか、そういうことか、なるほど、分かってくれる人なんだとか、受け入れてくれてる人がいるからよかったなって思うんですか、楽しんでくれる、うん、楽しんでくれる、そう、ね、同じ時間を共有してくれる友達がいるってことですね、そうそうそう、ただ今回5人中1人うつ病なんですね、そのお母さんの友達の、お母さんの友達1人はうつ病なの、はい、で今年、あ、去年の出来事なんですけど、5月に死にたいってその人ね、はい、おっしゃったのね、うん、はい、そしたら怖くなっちゃって、お母さんが、そう、うん、死んじゃうんじゃないか、あ、はいはい、どうしようもないし、うん、はいはい、死んだら死んでしまえって思った自分もいたりとかで、うんうん、まあ、複雑な思いをしたらしいんだけど、うん、で怖くて連絡できなくて死んじゃってたらどうしようって、うんうん、で8月にどうしてもやっぱり気になって電話したら、本人そんなことすっかり忘れてて、お元気みたいな、3ヶ月間だからモヤモヤしてる気持ちを、何だったんだと、でもそれから距離を置くようにした、あ、気苦労ね、それだけね、だからいつも何かを作って口実を作ってはうちに上がり込んでたのね、そのうつ病の人は、
なんかお団子作ったからって言って、うん、朝の8時に持ってきて、うんうん、でお昼も食べて夕方までいるみたいな、そういう人なんですよ、うんうん、だからもう食べらんないし、だから何にもできなくなっちゃうから、うん、いや今日は用事があるしとか、ひどい時は、うん、いるのに出ないの、うんうん、やだよまた来たよ、うんうん、でこう覗き込むんだけど、うん、で出ればみたいな、嫌ならやだって言えばいいじゃんみたいな、こっちも気分悪いわと思って、うんうん、でも、ね、そんな関係だったわけ、はい、それが今度そのうつ病の人が、そのうちのばあちゃんが別の友達と出かけたっていうのをちょろっと聞いて、はいはいはい、行こうよ私も行きたいって言ったんです、超勢いで動き出して、うんうん、私でうちのばあちゃんは、私は面倒くさい、もう行ってきたばっかりだし、うん、そういうの計画立てるの大変だし私歩けないし、うん、いや私が計画立てるから行こうよって、うんうんうん、やってくれるんだったらいいよって話になって、うんうん、だからあれよあれよで決まったわけ、はいはい、で5人で行くってことになって、はい、旅行に行ってくんだよって始まったの、うん、いやいやちょっと待って、この間までさ一緒にいるの嫌だっつったよねって、うんうん、で聞いてみたんです、嫌だな、一緒にいて嫌だなっていう人と旅行行って楽しいの、うんうん、って、うん、だから、うん、他にも友達いるしねってわけ、うんうん、はあ、い、よく分かんないなと思って、うんうんうん、で行って帰ってきて、したらこんなことがあって楽しかった、こんなことがあって楽しかったって話だったの、はい、最初はね、だから途中からもう階段な上り下りが大変でとかなんだかんだって無事に変わってきて、うん、でもうこんな旅行は行きたくないみたいな話に変わる、何が言いたいんだと、なんで私で、私が理想とする年の取り方って、年寄りって勝手に何十年も時間を積み重ねて最終的にはまあ、神様のような、うんうん、ああそういうこともあるよね、そうだよねってにこやかにこう縁側で座ってるような悟りを開いたみたい、そんなこと、そんな感じになると思ってたのだけど、はいはいはい、今の私と変わらない、下手すると高校生ぐらいの私とも変わらない、うんうんうん、揉め事、はいはい、陰で悪口言って、はいはい、でも当人とね、うんうん、ああ久しぶり、うんうん、だったら悪口言わないでよみたいな、うんうん、80超えてもこれって思う、うん、なんかもうすっごい嫌で、そういうことが、はいはいはい、80超えても子供みたいなこと言ってるなってことですよね、っていうか 年取ってもこのまんま成長していないってことですよね、うん、あ成長してないっていうよりもそんな生き方をする人がいないのかな、悟れないのかなっていう不安、うん、私が私が思ってる年寄りと全然違うし、そんな人なかなかいないし、私80になってもこんなくだらないことで悩んでんのかなって思ったり、うん、そこの不安、反面教師とかそういうんじゃなくて、こうなりたいっていう人とじゃないってことです。なるほど、はいはい、不安にさせないでっていう、はいはい、まずそこ。なるほど、ここですね、不安に思ってて。そう、自分も悟れないじゃん。そう、こういうほら人間関係で揉めるのなんて、うん、もう卒業したいわけですよ、はいはい、サラサラサラっと、はい、うん、年取ってその死にたいなのね、あもう死んじゃえとか、はい、ああやだとか、はい、そんなことを言ってそういう時間を過ごしたくない、はい、っていうところ。なるほどなるほど。今まだ先生覚えてられますか。あ、もう全部書いてある。一番もうそれでそのパーティー、そう、いっぱい書いてきた、ね、はいはい、で犬を飼いたいって下の子が次男が言って、あ、次男さんがね、最近ちょっとねおかしくて、次男さんがおかしいの、おかしいっていうのは何にもやる気が出ないって、うん、はい、でもう 1,2 時間おきに起きちゃうっていうよりも、はい、で旅に出たいと、1、2ヶ月、うん、はい、やばいな、これうつ病の入り口じゃないかと思って、はい、うん、ね、で悩みがあるのかな、それとも言えないのかな、それとも人間関係がうまくいってないのかなと思って、うん、こ心当たりは女とっかひっかいというか、この子、うちの子ね、え、じいさん、じいさんっていくつの子、20、あ、うん、成人されてるの、21とか、
そんな感じかな。21になるのかな。まあね、この時はいろんな女の子と遊ぶ人もいるしね。そうじゃない人もいる。何が特化非化してるわけじゃない。真剣に付き合おうと思って付き合うんだけどうまくいかないで別れちゃう。そうそうそう、うん、で最初は高校生の時は3年間1人、うんね、で友達と別れて、そこから付き合っても続かないのがあって、それがほら大学でやっちゃうから分かるじゃない。このすごいところが、そう、ね、別れても友達でいる。今全然大丈夫なの。だけど周りから見てたらどうなのかなって、私がだから勝手に想像してるだけ。はい、で、なんだろうと思ったら犬飼いたいとこないで言って、それはもう小学校の時から言い続けて、うん、どうせ言っても無駄でしょ。うん、あもういいやいいや話にならないもういいやって。で、ばあちゃんに聞いたわけ。うん、だから、いやだよ家の中で犬なんか。うん、私が死んでからにしてくれってわけ、うん、ちょっと待てと、引きようだろと、うん、死ぬの待ってなきゃいけないし早く死んでくれってことになっちゃう、うん、子供のために犬を飼うってことはまず早く死んでよ、うん、でやった死んだ犬飼える、そういうことだ、うん、それを分かっててそういうことを言うの、うん、なんてひどい人だろうって思うわけ、うん、引きようで、そこでも不謹慎な感じがするのね。不謹慎、うん、不謹慎ってかずるいって思う。何も言わせられ、もう何もできないじゃん、それ言われたらっていうところ。ああ、おばあちゃんがね、いわゆる死んでから帰るともう。私が抵抗できないっていうこと、うんうん、早く死んでくれてたって言えないでしょ、うん、っていうこと。ああ、なるほど。ずるいなと思う。でも、私は子供の方が大事。はい、今のね、ちょっとなんかちょっとやばいな、うん、私的にはやばいな、うん、で主人は犬飼うの反対っていうのは生き物だから、うん、命があるものだからお前見れないだろうと、はいはい、そこ、ね、でもう私は最近自分の時間ができたから手伝ってあげられるなと思って、うん、で考えようよって、うん、でそしたらいろいろこう調べてたらこう自動で餌出してくれるとか、はい、うん、だから残業の日でも夕方にポサッと、うん、たらばあちゃんに餌あげといてって頼まなくてもいいし、うん、で臭いとかもあんまり匂わない犬、毛が抜けない犬っていうのがトイプードルだったりってこういるらしい。たら室内犬でもそんなに迷惑をかけないで見れるってことが判明したから、もう強行突破で買ってくるしかないなって。なるほど、はい、でそれを次男に伝えたら、やっと分かってもらえたっていう安心感がある。私がもうそれも私が考えてることだけど、ほっとした顔してなんかちょっと元気になったような気がして、うんうん、なんだけど、まあそれはだから飼ってもいいし飼わなくてもいいし、いい家連れて帰っちゃえとか、そこは間違ってないとも思うというか、うんうん、ただばあちゃんずるいな、もう相談しないで買ってちゃうし、もう結構だから見なくてっていう、そこを私もなんか冷たくばあちゃんにね、ばあちゃんって義理のお母さんでしょ。義理のお母さん、うん、あ、まあ子供もそう、ばあちゃんばあちゃんって呼ぶからね、うん、でこの間もお姉さん、義理のお姉さんが、うん、はいはい、やっぱ姑とに嫌味言われたらしくて、うん、夕飯を作って、うん、渡したら、うん、こんだけしかくれる、こんだけかいって言われる、はいはい、それを愚痴に来た。でそんなの気にするんじゃないよってボケ出してるのしって言ってるわけ、うんうん、あんたも私に散々いろんなこと言ってきて、何アドバイスしてるの、どう誰に向かって相談してるの、親子だからいいけど結構ひどいこと言ってるよ私にって思ったりするわけ、うんうんうん、自分のことは分かる。